車を買い替えるときはエコカー減税で買ってお得、低燃費で乗ってお得、そして CO2 排出量も削減する、地球にもお財布にも優しいエコカーを選びましょう。さらにふんわりアクセルでエコドライブを心がけると、もっとエコで、もっと低燃費で、もっと安全なカーライフを送れます。エコカーとエコドライブで地球に優しいカーライフを、トヨタカローラ東海はクールチョイス。私たち札幌ビール静岡工場では、製造中に発生するビール発酵熱、機械排熱、処理水排熱といったこれまで廃棄していたエネルギーを熱エネルギーとして再利用するシステムを導入しています。そして限りある資源を有効に使うため、リユース、リデュース、リサイクルの推進に取り組んでいます。工場内にはビオトープ園を建設し、地域の皆様に自由に散策いただけるよう開放しています。札幌ビールでは輸送手段をトラック輸送からより CO2 排出の少ない鉄道輸送に切り替えるモーダルシフトを推進し、国土交通省認定のエコレールマークをビール業界で初めて取得しました。製造現場から輸送まで、そして地域とともに、札幌ビールはクールチョイス。私たち CP コスメティクスは全国に1200を超える CP サロンを通じて化粧品を販売しております。ここ焼津市には製造の拠点である工場があり、20年前から容器のリサイクル活動に取り組んでいます。 CP サロンで使い終わった化粧品容器は分別されて生まれた地である静岡工場に戻ってきます。その量は年間プラスチック30トン、ガラス1トン、紙類6トンにもなります。これらの資源はサーマルリサイクルの原料、公共道路の舗装材、再生用紙となり、地球温暖化防止に役立てられています。お肌だけではなく環境もきれいにしていく、そんな思いを大切に活動を続けていきます。 CP コスメティクスはクールチョイス。静岡焼津信用金庫では、私たちが住む地域の環境保全を目的として、平成14年度から職員全員が参加する清掃活動を行っています。焼津市内ではメイン産業である漁業にとって大切な海の環境を守るため、海岸清掃を行っています。海岸で不法投棄されたゴミや海から流れ着いたゴミを収集分別して廃棄しています。平成30年度にはこれまでの活動が高く評価され、国土交通省から表彰されました。これからも人にも魚にも優しい街づくりに取り組みます。環境に優しい企業活動に取り組む静岡焼津信用金庫はクールチョイス。